機嫌直ってるし。ところで、みんなの前には3台のポンプがあるよね。このうち2台がローテーションで動き、残りの1台は予備となっている。どんな時でも水道水を送り続けることができるよう、交代しながら運転してるんだ。24時間365日水を送り続けることがポンプの使命なんだ。そしてポンプから出た水はお台場や有明地区の蛇口に直接届く。つまりこのポンプと蛇口は直結しているってわけ。さて、今みんなが見ている映像はここ有明地区。僕らがいる水の科学館も見えるよね。この地区一帯で使う水道水全部がなんとここにあるポンプから送り出されてるってわけ。どう？すごいっしょ。えへん。なーに興奮してんだか。別に水滴くんがやってるわけでもないでしょ。あ、水玉ちゃん、なんだよ、せっかくノリノリで説明してたのに。あのね、水道水を送り出すにはただポンプがあればいいってもんじゃないってこと知ってる？え、そうなの？みんなも知りたいでしょ。じゃあ次は私がデリケートな水のお話を紹介します。